将棋の名人戦 B 級1組順位戦が23日東西の将棋会館で刺され A 級昇級を争う千田翔太七段27と佐々木祐希七段27の同学年対決は114手で千田が勝利した年度を通じ13人層あたりで昇級2枠を争う B 級1組は 十人層あたりで、名人挑戦権を争う A 級へとつながる。二番手、佐々木は七勝二敗。三番手、千田は七勝三敗になり。この日ケけ番で八勝一敗のトップ藤井聡太竜王、十九、イコール王位。秋田王。規制含め四冠イコールが来年1月13日の、千田戦に勝ち。 さらにこの日、三浦博之九段47との参拝対決を制した稲葉明八段33が敗れれば、現状25%の確率で2局を残して A 級昇級が決まる。来年7月に20歳の誕生日を迎える藤井、聡太は来年度、A 級を制して名人挑戦権を獲得し、 さらに、再来年度春に開催予定の7番勝負で、名人をダッシュすれば、初挑戦にして、ラストチャンスで、谷川孝二球団、59、が持つ、最年少名人記録21歳2ヶ月を、更新する。現在のタイトルホルダーは、渡辺明名人、37、イコール王将。起用の参加イコール、 早見へえ早指し、糸谷哲郎八段。速攻で、野月博式八段に勝利本戦出場決定、将棋、秋田王戦将棋の秋田王戦団位別予選、八段戦が12月23日に行われ、糸谷哲郎八段33が、野月博式八段48に93手で勝利した。糸谷八段は、 ブロック優勝で本戦出場を決めた先手の糸谷八段が雁木後手の野月八段が矢倉の出だしとなった一局は角交換の直後に糸谷八段が敵陣に打ち込んだ角が機能成り込んでからも野月玉に狙いをつけながら飛車の動きも制限するなど攻守に働いた 優勢を感じたのか早見栄早指しの特徴がフルに発揮され終局時には持ち時間1時間の半分以上となる36分を残しての快勝となった明王戦は4段から9段までに分かれた段位別予選を行い12人が通過シード棋士4人を加えた16人で本位戦を戦う 25人が参加する八段戦は A から C までの3ブロックに分かれて行われそれぞれ優勝者が本戦に出場する前期から藤川が主催となり対局時には栄養補給のためのお菓子ボックスが設置されている現在のタイトル保持者は藤井聡太王の昭を竜王おい。規制。 19藤井聡太四冠と、里見香奈女流五冠の記念対局を来年1月5日、配信、将棋将棋の藤井聡太陽イコール棋聖、竜王、諦王との四冠、イコール、19。里見香奈女流王イコール女流王座、女流名人、女流王将、倉敷十家との五冠、イコール、29、による、王位、女流王位記念対局が、 来年1月5日午後7時からアベマで配信される。王位獲得騎士と女流王位獲得女流棋士が対局する非公式戦で、藤井聡太四冠と里見女流五冠のカードは2年連続、トップ棋士とトップ女流棋士による対局の模様を届ける。ABEMA のプレミアムプラン、ABEMA プレミアムの ABEMAPV オンラインライブで配信する。